はい、皆さんこんにちは、福岡大学の松隈です。今日は、理系の英語の第4回ということでお届けしたいと思います。今日の、ゲストはですね、この方はですね、今日後で出てきますけれども、F14 っていうですね、戦闘機の模型です。でこの飛行機は非常に特徴的なことがありまして、ですね、こういうふうに羽がですね、動くんですよ。キューって閉じて、こんな形にもなるし、それから、ギュッて開くと、ここまで開く。で、これ知ってる人は、知ってるかもしれませんが、マクロスっていう、アニメがあったんですよね。その中にバルキリーっていうですね、やっぱりこう、可変翼を持った、飛行機が出てくるんですけど、あれの多分、元になってる、原型になっている、飛行機ですね。これが今日のゲストです。はい、それでは、Enjoy English with a Big Dream の、Enjoy English with a Big Dream ですね。これの第5回。第5回はですね、飛行機です。で、なぜ飛行機にしたいのかっていうと、こういうことです。これ私の仕事場なんですけど、仕事場の本棚のとこにはですね、こういうふうにですね、模型飛行機がたくさん並んでるんですよ。何かというと、要は、飛行機大好きなんです。飛行機大好きで、カレンダーも自衛隊の飛行機のカレンダーとか飾ってあるんですけど、まあそんな感じなんで、今日は、飛行機をの、いろんなところを英語で言うとどうなるのかっていうことを、やっていきたいと思ってます。で、まずは、戦う飛行機ですね。戦う飛行機、戦闘機です。戦闘機は英語で何て言うかっていうと、ファイターですね。ファイター。ファイター。はい。で、まずは、アメリカの、戦う飛行機たちですね。はい。まずは、さっき出てきた、F14 って言います、これ。で、F14 は、で、飛行機、戦闘機は、大体の戦闘機に、その、ニックネームがついてます。で、この子は何て言うかっていうと、トムキャット。トムキャットはオス猫です。これ、トムですよ。で、この、戦闘機の一番特徴的なのは、先ほども言ったように、可変翼と言いまして、スイングウィング。スイングウィング。けど、こういうふうに、形が変わるっていうところが、非常に、特徴的です。で、この飛行機はですね、昔、トム・クルーズが主演したトップガンっていう映画があって、あったんですけど、その中で出てくる飛行機なんですよね。で、今ですね、このトム・クルーズがもう一回主演して、去年かな今年かなトップガン・マーヴェリックっていう映画が作られてます。で、これと続きだから、この F14 出てくるのかなと思ったら、実はもう F14 は出てこないんですね。で、後でご紹介しますけど、代わりに FA18 っていう戦闘機が出てきます。で、これはなぜかっていうと、もうですね、アメリカ軍からこの F14 は全部退役しちゃってるんですよね。もう使ってないので、しょうがなく、多分 FA18 になったんじゃないかなと思います。はい、次。次はこれ。これはですね、F15 って言います。F15 は、のニックネームは、イーグルです。イーグル。イーグル。らしいですね。で、この、機体の特徴は何かっていうと、史上最強。The strongest in history. The strongest in history. で、まあ、最強っていろんな定義があるから、これじゃないっていう人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、一応史上最強の飛行機と言われております。で、これも50年以上前の設計なんですけど、今でも使ってます。今でも自衛隊の主力の戦闘機です。で、まだ、いろいろね、コンピューターとか部品を変えて、これからも使い続ける計画になってます。から次、これ F16 ですね。で、F16 は何ていうかっていうと、ファイティングファルコン。ファイティングファルコン。ファイティングファルコンですね。戦うハヤブサです。で、この子の特徴は何かと言いますと、これはですね、ちっちゃいんですよ。小型軽量。スモール&ライトウェイトになります。スモール&ライトウェイト。で、これがさっきちょっとご紹介した FA18 ですね。で、こいつは何ていうかっていうと、ニックネームはですね、ホーネット。ホーネットはスズメバチですね。なんかかっこいいよね。怖い感じですけど。で、この、機体の一番大きな特徴は、多目的機なんですね。マルチロールファイター。マルチロールファイター。さっきまでこれ F だけだったでしょ。これが F/A になってるのはどういう意味かっていうと、F っていうのが攻撃機、ファイターなんですね。
で A っていうのがアタッカー、ごめんなさい、 FF っていうのがファイターで戦闘機で、 A っていうのがアタッカー、これは何かっていうと爆弾を落としたりとか、地上の施設も攻撃できる機体ということになります。船とかね、はい、それからこれです。これは F22 の、ニックネームはラプター、ラプター、モーキング、モーキングってワシとかタカとかフクロウとかああいうやつらです。でこいつの最大の特徴はこれはステルス機であることですね。ステルスファイターなんですよね。で今までの機体がどちらかというとこう曲線で柔らかいイメージがあったと思うんですけど、この機体はですね非常にカクカクしてるんです。カクカクしてる直線だらけで、なんでそうなってるかというと、レーダーが敵のレーダーがこう当たった時にその敵の方向に反射しないように、レーダー波が反射しないようにあさっての方向にこうレーダー波を飛ばすような設計になってるんですよね。でそうするとなんかこんなカクカクってした形になりましたっていうことです。はい、それからこれですね、それでこれ数字がポンポン飛んでるよね。これなんで飛んでるかっていうと、多分ねこの数字は続きで あったんだと思うんですけど、実用化しなかったで、ダメダメおっしゃったじゃないかなと思います。はい、次ですね。次は F35、F35 これがまあ今最新鋭かな、最新鋭機になりますね。で日本もこれを導入することになってるっていうか、もう導入されてるんですけど、これは、ライトニング2、ライトニング2、稲妻2って言います。で何が2月に飛んでるっていうと、これ実はですねライトニングっていう別の、戦時中の機体があるんですね。 P38 ライトニングっていうのがあるんですけど、これと区別をするために2月に飛んでると言われています。でこいつの、一番の特徴は何かというと、ですね、ストーブルといいまして短距離離陸垂直着陸、ピューンってこう降りてきてこのままペターンってこう降りられるっていう、そういう特徴を持ってるんですよね。でストーブルって何の略かというと、ショートテイクオフ&バーティカルランディングですね。バーティカルは垂直ですね。ショートテイクオフ&バーティカルランディング、はい。で次ヨーロッパですね。ヨーロッパ、まずイギリスですね。この機体 AV8B って言うんですけど、これはですねハリアー2って言います。ハリアー2、ね、このハリアー何なのかがよく分かんないですよね。犬かな、 犬にもなんかこれイギリスの犬らしいですけど、もうこんなんで、まあ、これはよく分かりません。でこいつの特徴はやはりストーブルなんですよね。でこの飛行機はいつ頃活躍してたかっていう と、我々が中学生ぐらいの時にフォークランド紛争っていうのがあって、イギリスとねアルゼンチンが戦ってたんですよ。でその時に活躍したような機体ですから結構古いんだけど、その頃からもうミューって降りられるっていうね、結構珍しい機体になります。はい、それから次これはフランスですね。フランスはね、ラファール、フランス、こういう機体ですね。でラファールは、フランス語だと思うんですけど、こう疾風っていう意味だと思うんです。ルフェール。でこいつの、特徴は、多目的機ですね。多目的で、あとですねカナード翼って言って、このなんていうかな、操縦席の隣にいるところにちっちゃいね羽がついてるんですよ。でこれがついてるのが特徴です。で、だからマルチロールファイターであってカナードウィングスがついてるということになりますね。カナードウィングス。はい。はい、でこれはですね、どこだ、イギリスとドイツ、イタリアとスペインが、使っている飛行機、これユーロファイター。ユーロファイターで、ユーロファイターはさっきのラファールとすごく似てるでしょ。でね、これなんで似てるかっていうと、最初はねフランスもここに混じって一緒に作るって言ってたんだけど、途中でねやめたっつって抜けちゃったんだね。抜けちゃった。だから基本的な設計はね、このラファールとユーロファイターはねほとんど同じだから、見た目もすごく似てる。カナード翼ついてる。これがカナード翼です。でこいつの名前はね、台風は台風です。はい、でだから特徴も同じ多目的機でカナード翼ということになりますね。それから次はこれはロシアですね。ロシアで、ロシアの飛行機は、いっぱいあるんですけど、1個だけご紹介すると SU-27 っていうのがあります。でこいつはですね、ニックネームはフランカー。フランカーっていうのは ラグビーかな、ラグビーのポジションらしいですけど、ですね、特徴は何かというと、大型機、これめちゃめちゃでかいんですよ。でかい機体で、高い機動性があります。だからラージファイターであって、ラージファイター、ハイモビリティ、ハイモビリティで、ですね、こうものすごくね、ありえないような動きをするので、こうキューって飛んできて、一回こう垂直にキュッて立って
って一瞬止まった後もう一回ヒューって戻って飛んでいくっていう、ね、そういう軌道ができるんですよ。でこれを見たね、アメリカとかの、西の人はですね非常に驚いたんだよね。でプガチョフのコブラって呼ばれてるんですけど、まあ、そういった高い機動性がある機体と言われています。で、はい、じゃあ次はおなじみの飛行機ね、おなじみの飛行機、旅客機です。行きましょうか。旅客機はパッセンジャープレーン、パッセンジャープレーン、アメリカで有名な、メーカーはボーイングですね。でこれはボーイング737っていう機体ですね。でこれはもう、まあ、ボーイング737そのまま737ですけど、特徴はですねベストセラー機、ベストセリングプレーン、ベストセリングプレーン。次、ボーイング747ですね。これはボーイング747なんですけど、ボーイング747ってまして、ジャンボジェットっていうの、ジャンボジェット、乗ったことも多いんじゃないかなと思います。私は新婚旅行の時にこいつに乗ってハワイに行きましたで何かというと、こいつはですね、あで ここの一部分が2階建てになってるんだね。でね、特徴はね、でかいんですよ。ジャンボジェットっていうぐらいだから、すごくでかい。Big one。で、B76 なんですね。ボーイング767ですね。ボーイング767。これは、もう結構古い機体なんですけど、当時は非常にですね、ハイテク機、ハイテクプレーン、ハイテクプレーン、ね、であとね、スリムなボディなんですよ。スリムボディ、スリムボディ、はい、ということです。はい、次、ね、これボーイング B777 で、これはボーイング777っていう、ボーイング777で、これはですねもうなくなっちゃったんですけど、 JAS って書いてあるでしょ。これ日本エアシステムっていうところの機体ですね。でね、特徴はね、767と逆で太いボディなんだよね。ファットボディなんですね。ちょっとね、ぽっちゃり系。で、あとね、この時から初めてフライバイワイヤーというシステムが採用されています。で、フライバイワイヤーって何かっていうと、それまでの767までは、油圧って言って、機長が足でペダルを踏んだら、その、力を油圧って言って、油の力で、缶を通して、それでその、飛行機のその舵をこう動かすっていう、そういうシステムだったんですけど、この、777からは、電気信号を送ってあげて、羽の近くについているモーター類でこう動かす、こういうシステムですね。これフライバイワイヤー、ワイヤーって電線のことです。電線 で動かしますっていう、そういうですね、システムに変えたんですよ。で、ですね、これ知ってます？沈まぬ太陽って言って、日航123便っていうのが御巣鷹山っていうところに落ちるんですけど、これね、なんで落ちちゃったかっていうと、飛行機の後部に圧力隔壁というのがありまして、客室はですね、余圧をされてるんですよね。余圧っていうのは圧力が大体 0.8 気圧ぐらいかなぐらいにギュッてなってます。でその外出ちゃうとさ、ことは高い10キロぐらい、上空10キロぐらいのところ飛んでますから、もうかなり圧力が低いんですよね。だから、そんなところにいたら、気を失っちゃうんで、死んじゃうんで、弱ってしてあるんです。でね、この、圧力隔壁が、ちょっとね、修理ミスで、これがですね、上空にいたときに、こう、ボーンって破れたって言われてます。破れてたときどうなったかっていうと、ここら辺の、部品たちをですね、全部吹き飛ばしちゃうんだよね。でその時に油圧 の配管も引きちぎった。でだからどうなったかというと、火事が全く効かない状態になったのね。で、だけどその状態の中でもうガンガン揺れてる中で、機長たちはそれでも方向を変える方法を、ね、編み出すんですよ。どうしたかっていうと、747は、エンジンが4つ、右と左に2つずつついてるんですけど、左のエンジンの推力を上げてあげると右に曲がる。で逆に右の方の推力を上げると左に曲がるっていうことに、ね、気づいた。そういう技を編み出すんだよね、危機的な状況の中で。それでまっすぐ飛んでたら戻ってね、羽田に戻ろうと多分してたんだと思って、最後ちょっと力尽きて山の中に落ちますけど、まあ、そういうことを編み出すんですよね。すごいなと思います。でこの教訓というか、そういうことができるっていうことが分かった後で、もう一回ね、外国で同じような事態に陥ったことがあるですよ。でその時に機長たちはその方法を知ってたので、それでね、ちゃんと戻ってきて着陸した。すごいよねっていう、そういう話になります。はい、
で次787ね。787はボーイング787。ボーイング787。で、特徴はですね、これはあの最新鋭機です。カッティングエッジプレーン。カッティングエッジプレーン。ね、あの我々あの、まあ、研究とかしてると、このカッティングエッジって言葉がね、よく出てくるんだ。もう最先端ですよっていう時の言葉ですね、カッティングエッジですね。で、それからね、あとね、リチウムイオン電池を搭載した初めての飛行機。リチウムイオンバッテリー。ね。で、皆さん知ってます？飛行機って、お尻の穴があるんですよ。これ、穴が開いてる。なんでかっていうと、これですね、実はこのエンジンっていうのは発電機の役割もしてて、飛行機に電気を供給してるんですよね。だから、地上に降りてきて、この発電機を、エンジンを止めると、電気が消えちゃうんですよ。で、それだとこう照明とか困るから、ここの後ろのとこに、発電専用のちっちゃなエンジンをね、積んでるんです。で、これをね、オキシャリーパワーユニット APU アクシリアリーパワーユニット。ところがですね、この787はリチウムイオン電池も積んでるので、飛行機がその大気中にもこの APU 一応ついてるんですよ APU もついてるんだけど、APU を動かさなくてもちゃんとその電気が供給できますよっていう、そういうシステムを持っているっていうのが、非常に新しいところです。はい、では次、EU ですね。EU の飛行機はエアバスです。エアバス社ですね。A 何とかで A320。Airbus A320。これはAirbus320なんですけど、これ特徴は何かというと、ベストセラー機です。もうたくさん使われてる。で、あとね、ベストセリングプレーン。ベストセリングプレーン。で、あとグラスコックピット。グラスコックピット。でも何やこれ。ですね、操縦時どうなってるかというと、もうディスプレイですね、ディスプレイがペタ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 って貼ってあるだけなんですよ。で、メーター類が、ね、ほとんどないっていうのが、ここら辺からの機体の特徴です。今はボーイングもこんなになってるけど、当時は珍しかった。でね、あと特徴的なのはね、ここを見てもらうと分かるけど、ここは机があるんですよ。で、何かっていうと、エアバスの、飛行機はですね、ここに操縦桿がないんですよね。じゃあどこにあるかっていうと、こうサイドスティックって横、右とか左とか、ここにね、その操縦桿が出て、ゲームみたいな感じ、ゲームみたいな感じで操縦するということになってます。で、昔はね、それが悪かったかどうか分かんないけど、ね、よく落ちたんだよね。事故を起こしたんですけど、で、最近はまあ、全然大丈夫ですけど、まあ、そういった飛行機です。で、次。これ A380、Airbus 380。Airbus A380。この飛行機は、これ穴も買ったんだけど、これはね、特徴は史上最大です。Largest in history。Largest in history。総2階建て。All two stories。All two stories。ですね。で、だから、747、ジャンボジェットはね、ここだけ2階だったんだけど、これもう端から端まで全部2階建てっていう飛行機です。1回乗ってみたいですけどね。まだ乗れてません。はい。で、次、A305XWB。だそうです。ですね、これ、Airbus 350の XWB。Airbus A350XWB。エクストラワイドボディ。太っちょさなんですよ。で、この子の特徴は何かっていうと、これはですね、最新鋭機です。さっきのカッティングエッジプレーン。カッティングエッジプレーン。あとね、復活。リバイバル。リバイバル。まあ、どういうことかというと、380あるヤンキー。だけど、380よりもこっちの方がね、後にできてるんですよね。で、これ何かというと、一回ポシャった計画を、あ、やっぱ必要だよねっつってね、引きずり出してきて、で、復活っつって。それで、こういうふうになってます。はい。これは JAL やな。はい。日本航空が持ってます。JAL が。はい。じゃあ次は旅客機の各部の名称に行きましょうか。はい。Name of each part of passenger plane. Names of each part of passenger plane. はい。まずコックピットね。コックピットはコックピット。コックピットですね。で、あとこれ貨物室ですね。胴体の下の方にお腹の方にありますけど、カーゴコンパートメントですね。カーゴコンパートメント。はい。で、客室はキャビン。キャビンですね。あと、ジェットエンジンはジェットエンジン。ジェットエンジン。で、これが主翼。主翼はメインウィング。メインウィング。で、あと、この後ろの方に水平に出てる。これが水平尾翼って言いますけど、これがホリゾンタルスタビライザー。ホリゾンタルスタビライザー。で、この、
立ってるやつ、これが垂直尾翼ですけど、これが、バーティカルスタビライザー。Vertical stabilizer。ホリゾンタルバーティカルはやっぱり我々の研究の分野よく出てきます。どっち方向っていうのはよくあるからね。っていう言葉ですね。で、あと、非常口。非常口はエマージェンシーエグゼット。Emergency exit。で、あと、この、揚力を、着陸とか、離陸の時だけ揚力を稼ぎたいので、その時だけニューって出てくるのがフラップなんですけど、これがフラップですね。で、あとですね、あれですよ、航空機の燃料タンクって、まあ、胴体にもあるんだけど、ほとんどがこう翼の中にあるんですよね。だからここにね、燃料を積んでおります。で、航空機はどんな燃料で飛んでるかっていうと、灯油です、灯油。ストーブに入れる灯油。ほとんど灯油。もう全部灯油みたいな形で、灯油で飛んでおります。で、その灯油を使って、これですね、エンジンを回すんですけど、エンジンを見たときに、外側に見える羽がいっぱい刺さってるんですけど、あれのことはタービンブレード。タービンブレード。ちゃんとした発音は後で聞いてください。はい。はい。で、機種には、レーダー。レーダー。ね、雲の様子とか、雨降ってないかとかをこう見つけてくれるんですね。で、あと車輪ですね。車輪はランディングギアですね。ランディングギアになります。ランディングギア。はい。じゃあ、皆さんにちょっとご質問ですけど、戦闘機と旅客機の違いって何だと思われます？まあ、いろいろあるわな。それ戦闘機1人か2人しか乗れんやろっていう、もちろんそれもあるし、それから もちろん大きさも違うということやな、もあると思います。で、なんですけど、設計上にもすごく大きな違いがあるんですね。じゃあそれをご説明します。英語で言うと Difference between fighter and passenger plane。 Difference between fighter and passenger plane。 それは何かっていうと、ですね、戦闘機と、旅客機ですね、これをですね、真正面から見た時にこの羽の取り付け位置とその角度をちょっと見てもらっていいですか。ですね、大体の旅客機は胴体の下からちょっとですね、上の方に向かってこう反ったような、こんな形で羽が入ってますね。で、これに対して戦闘機は、まあ、いろんな形があるんですけど、大体のやつは、まあ、胴体の真ん中辺ぐらいから一直線あるいはちょっと下がり気味かなっていうぐらいでついてるんですよね。で、これはですね、どうしてこういう違いがあるかっていうと、こういうふうにですね、V 字型にこうついてると、これどうなるかっていうと、右に傾いたときに、その傾きを元に戻してくれる。矢じろべみたいな。ああいう形の、安定性が取れる。ステーブル。なので、旅客機は安定してないと困るよね。安定してないと困るので、こういうふうな形になるんですよね。で、ところが、戦闘機っていうのは、キュッてまたキュッて。こうシュッてこう行かないといけないので、あんまり安定しててもらうとさ、なかなか曲がらんやん、こういう話になる。なのでわざと安定性を、ね、下げてるんですね。不安定にしてやるんですよ。Unstable。 で、実はですね、 F16 以降は右に傾くとどんどん傾いていっちゃいますよっていう、そういう安定性、要するに不安定にしてやる。で、ということは何かというと、何もしなかったらどんどんくるってひっくり返って墜落しますみたいな、そんな設計になってます。で、その設計のことをね、こう言うんですよ。リラックスとスタティックスタビリティ。リラックスタティックスタビリティ。リラックスとっていうのは緩和、なくしていくっていうんですけど、スタティックっていうのが静的な釣り合いを取るっていう、スタビリティ、安定性で、だからスタティックスタビリティをなくしていく設計にしてありますよっていうことです。だから今日傾いていたらどうするかというと、それをですね、常にコンピューターでその舵を操作してまっすぐ飛ぶようにしてるんですよ。だから不安定な矢印をツン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 ついて、それで元に戻してるみたいなね、そんな設計になってる。だからこそキュッとキュッと曲がる。 F14 とか F15 の頃はまだそこまでできなかったんだよね。そこまでコンピューターが発達してなかったんでできなかったんですけど、 F16 以降はだいたいそうなってるはずです。もうこれ最初考えた人ね、もう頭おかしいよね、これクレイジーだと思うんだよね。これコンピューター壊れたら墜落するやんみたいな、そんな話なんですけど、まあそういう責任になってます。面白いでしょ、面白くないか。で、最後です。これ最後にしますけど、飛行機特有の用語っていうのがあります。 Terms specific to airplanes。 Terms specific to airplanes。 いくつもあるんですけど、まあ、代表的なのをご紹介しますと、アビオニクス、エイビオニクス、エイビオニクス、
でこれは何かっていうと航空機に搭載されているあのレーダーとかねそういったあの飛行のために使用される電子機器類これをですねアビオニクスって言います。でこれはですね航空っていう言葉アビエーションと電子機器エレクトロニックが合体した造語です。造語だっすね。でもよく使うんだね、このアビオニクスで。ね、あとね、離陸決心速度 V1。で、V って何かというと、ベロシティ1っていうのがあります。で、これはですね、テイクオフデシジョンスピード。テイクオフデシジョンスピードですね。で、これは何かっていうと、このスピードをギューンってだんだん上がっていって、それで、そのスピードよりも速くなったら、もう止まってはいけませんと。ブレーキかけちゃダメですって、そういうことです。要するに、そこまで行っちゃうと、ブレーキかけても滑走路からはみ出すよって。だから何があっても飛び立てって、そういう速度があるんですよ。で、これを V1 って言います。で、あとは、これですね。衝撃に備える。これはブレースフォーインパクト。ブレースフォーインパクト。で、これハドソン川の奇跡って映画にもなりましたけど、あれ実話なんですよね。バードストライクって、飛び立った時に、運悪く、両方のエンジンが、鳥を吸い込んでしまって止まるんですね。で、機長は、もうこれは帰れないと思ったので、どうしたかっていうと、ハドソン川っていうところに着水するんですよ。グライダーが滑空していって、こんな形滑空していって、これ一人の死者も出さずに助かったっていうね、奇跡的な、ことです。だから機長がね、この言葉発したらね、もうやばいっすよ、やばい、大変なことが起こってる、ブレースフォーインパクトって言われたら、でこれブレースって耐えるっていうんですけど、衝撃に備えよっていう、そういうことです。ただね、バードストライクはよく起こるんだよね。だからあれですよ、必ずエンジンを作ったときは、このエンジン単体を取り出してきて回しまして、ここにですね、圧縮空気で鳥をですね、ボーンってぶち込むんですよ、本当に。それで壊れないかどうかをちゃんとチェックするっていうことをします。はい。はい。今日は長かったですね。はい。私、飛行機好きなんで、後半させると、ベラベラベラ何時間でも喋ってる。本当に。ということになるんですけど、また次回何しようか。あとね、好きなもの何があるかな。コンピューター。あと電子機器とかね。そういうのもあるので、またやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日は、さよなら。